かりすぎかな。23ターンやねな。この森に入ってた時は感じた妙な風刺。エンチャントだけじゃない。そうだよね。そらく。誰？よいしょ。走っていては間に合わん。風よ、俺に力を。おお。おお。何？なるほど。お前がエンチャントを操ってた黒幕か。あー、来た！これ。多分もう一回戦闘あるよね。しつかいの魔族。こっち視点でやんのか。俺も魔族だかな。なんだと？片目が黄色。そうか、貴様が。石棺の自由剣士、噂に聞いたことがある。その身に魔族の力を出しながら、人間を守る半魔族の男。まあ、持ってるつもりはない。ギュスンだ。今までどれほどの同胞が貴様に葬られたか、覚えがないとは言わせんぞ。この前言ったよ、このセリフ。気に入らない奴に魔族が多いだけや。俺は正義の味方でも、人間のヒーローでもない。俺が、真に守りたいものはたった一人だ。だが、魔族にとって、貴様が裏切り者であることに変わりはないのだ。貴様の首を献上すれば、さぞや魔王様がお喜びになるだろう。八魔界に昇格も夢ではない。な！やってみろ。先ほどの小娘の歌に答えてやろう。我が名は炎使い、フェニックス。こいつめっちゃ上手くなったんだけど、前回1時間だぞ、だったの、お前。いやー、めっちゃ葬られたからね。いや、こっち視点でやんのか。あ、出た。恐怖ね。まあ、前回それは把握してるけど、こっち視点はどういう感じなんだろうね。行動が違う可能性いっぱいあるからね。言うと、私も一緒に戦うよ。奴は上級魔族だ。無茶はすんなよ。無茶はすんなよって多分竜としてるのが辛そうだけど。多分竜との方が大変なんだよな。これパッと見。わかるもん。ふん。脆弱は人間が扱う武器に頼るとは、魔族の風邪かに目を受けるな、貴様。ああ、くだらん。なんだと？竜とは風使いが常に風上にいるのにね。そういうことじゃない。あ、チェイスも攻撃した。あ、これね。これがな。ティリスの場合はこれ食らわなかったけど、リュートはどうなんだろう。で、これは強風で吹き飛ばせんだよね。好都合やけど、風が使えるけど、まだ使えないんだよね。うわぁ！痛い！ 20。だから次、溜めて風魔法を打てば、なんとかなるか。痛い！うわぁ！このり、嫌だな。で、前回なんか、しもべを呼び出すみたいなのあったんですよ。あれがマジで嫌だ。またかよ！で、これで吹き飛ばせると。くっ！我の炎を奪わせる風で破った後、バカだ！炎と風なら、行動の方が有利なはず。フライトが気づいたか？いい気になんなよ、半魔族だ。それだけの間にく、枯渇も早いはず。貴様が疲労した時を見計って、何度でも結界を張ってやる。あれだけの結界何度でも張れるまで変わんのか。そうやな、温存はしたいけど、そうそう、前回ね、使い方の問題だったね。無理するなよ。チースを傷つけさせるわけにいかないって言っても難しくない？それは。チースが いくつか分からへんで。勝手になんかいつの間にかやられてましたっていう可能性痛いって。てか、チースむしろさ、自分で回復してたじゃんか。前回ほとんど歌でなんとかしてたからね。どうした？なぜ動かぬ？もし我のマイクを見る前にしておじっけついてか、いちいちうるさいやつだ。なんだと貴様！飼い主にいたのか。それは草。あー、やだ。弱冠なやつか。
まあそれ分かってても行くしかないからね。20 弱っ。痛い。守る。交互に行こう。交互に行くしかないわ。よし、ナイス、ナイス体術。オッケーオッケー。まあでもギリギリ大丈夫か。強風なら大丈夫だね。どうした？なぜ一向に風を使わない。マリコをただ温存するだけで我にかなうと思うのは使えないんですよ。こっちがただ単に使えないだけっすよ。強風陣使えないから悟られるのはまずい。ああ、俺は力を引き上がすのが好きじゃない。すかした男は、我はそういう男がこの世で一番大嫌いだ。勝手にしろ、私は大好きだから。終わってから言ってくれ、頼むわ。勝手にしろ。戦闘終わってから言ってください。あー、これだよ、これマジでやだ。これがね、またかよ。追加攻撃だからね、この追加攻撃やだわ。これ3ターン耐えればいいから、3ターン耐えて防御してもう一回来るからね。うん、これが痛いんだよね。だから3ターン追撃が来るからな。リュートの回復力を上回ってるから痛い、マジで痛い。次防御ってことは多分不死鳥の炎もあるから、あ、これだ。あー、そうか、カバをしないとダメなのか。そうか、あの時カバってくれたもんね。あー怖っ。そうか、これがめっちゃ食らうのか。これを耐えれる HP を、うーわ、そうか、これを耐えれる HP を確保しておかないとダメなのか。300、やばいな、300は食らいすぎだ。てか、チーリス、お前回復してやったじゃん。え、何？あー。まあまあまあ、回復力なら、回復ならいいや。いやー。やばいやばい。300は残さなあかんのか。難しいな。うわ、またこれかよ。またかよ！定価なんだ。やばいやばい。うん、痛いよ。出た。これが嫌なんだよな。これがな。これがあれや。前回の。一回倒してからまたやらなあかんねん。これが第一段階やわ。よし、一回目終わった。よし、危ねえ。これギリギリだな。二回目来るんだよね。知ってる知ってる。これがなぁ。てか、これどうすんだろう。前回チリスのやつができたんでしょ？ミュート今回どうすんの？リュートは何をするんだ今回は。ただ問題はリュートの HP が持たないんだよな。 HP をかなり保っておかないと。さあどうする。
チェイスはどうするんや。そう、守るのはそうやけど、恐怖の間守って。あー、そうか、どうやって守んの。HP が足らないよ。いや、もう行くしかない。やめて。もうカットいけ。終わるか、終わるか。なんだ、急に体が重く。あー、かわいい。だが発動した。あ、でもマジックポイントが3ない。おー、これを出さないと負けなんか。いやー、でもそんな間に合うのか。間に合うのかな。あと間に合うかな、間に合うかな。間に合って、間に合って、間に合えば勝ちやで、多分。いけ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 、倒せ倒せ。カットインかなの？いけ、レップルバトルゲン！いや、いけたでしょ。やったー！一発でいけた！わー、よかったー。前回の方は難しかった説あんな。自然界の風を操れない俺が、強風時にも使える大魔俗用の技。ティリスがいなければ生まれなかった技だ。いずれは旅暮らしから遠ざけるために冷たくあしらってるが、なんだかんだお前に助けられてるな。ティリス、言えと、ありがとう。やったー。討伐完了だな。ニュート大丈夫？ああ、お前は。ああ、よかった。いけたわ。無事いけた。いや、一発でいけたのでかいな。ニュートがずっと守ってくれたから。そうか。あの魔族、どうして魔物のやつって人間を襲ってたんだろうね。魔族と人間は敵対している。それ以上の理由がいるか？そりゃそうだけど。魔族とはいえども外形は人間と変わらない。その命を奪うことに思うところがあるんだろう。彼女も父親は魔族に殺されても関わらず、神官ゆえか、彼女の性格ゆえか。しかし、いちいち個人の事情や感情を勘ぐっていた、おもんばかってた。ちょ、読めねえ。おもんばかって書いてある。ま、こういうやつだから俺についてきたんだろうが。人間にとって悪だったのかもしんないけど、あの魔族にとっては人間の悪だったのかもね。それはもうそうっすね。それはなんかどっかのね、テイルズなオブなファンタジアさんのね、あのダオスとかいう人がやってそうやな。人間は自分たちの身を守るために俺たちを宿った。俺たちは己の身を守るために奴を殺した。それだけだ。生きるための行動に正義も悪もない。彼女がその優しい心をいくら痛めても、魔族と人間が争う世界はそう簡単に変わらない。変わらないが。お前、よくエンチャントに惑わされなかったな。そりゃあね、本物の言うとはあんな優しいこと言ってくれないもん。悪かったな。だけどちっとも心に響かなかったっていうか、はあ、俺の姿に何を言ったんだが、一緒に帰ろうって言ったからね、あいつ。言うとくさ、最初、どうやって見抜いたの。
さあな、胸の大きさで判断した。そうそう、そのぶっきらぼうの態度、本物のリュートだなーって。それは笑うとこなのか。もう行くぞ、ティリス。うん。リュート大好き。今の一枚言った？今の一枚必要だった？ああ、はいはい。もの好きな女だ。ずっと一人だった。一人で平気だった。チリスに会うまでは。誰かのぬくもりなど、一人の俺には必要ないと、遠の昔に忘れてたのに。世界はそう簡単に変わらないけれど、俺の世界は確実に変えてくれた。そんな君に、いつか素直になれる日が来るのだろうか。人間と魔族は去る暗黒の世界で、孤独な半魔族の青年と、空色の乙女の旅は続く。いつの日か、二人の絆が世界を変える。その時まで。トゥルーエンドだ、やった。特になんかそういう感じじゃなかったんだね。全部エンド回収がたらたんにこういう感じで済んだわけないね。おお。まさかのエンドロール。うわちょっと右に漫画が右に漫画が今すげえ。うわあ、すごいなー、なんか右にめっちゃ漫画が書いてあるけど。ライブメーカー。そう、これ実はね、ライブメーカーなんですよ。RPG 要素あったけど、ライブメーカーなんですよね、これ。すごいっすよね、これ。サンキューフォアプレイング、ありがとうございました。うわー、かっこいい。フィン。やったー。いやー、新しいパソコンでね、なんか、めっちゃハイスペックな、ゲームを実況したのは、本当に、なんか、本当に楽しかったな。やっぱこういうゲームやれるの、本当ね、いいパソコンだけは、前のパソコンじゃできなかったからね。おまけが解放されました。はあ、いやー、よかったな。はい、というわけで。風の竜と無事全エンド、まあストレートに回収できたからすごいやりやすかったけど、回収することができました。あ、いいなこれ。もうクオリティがめちゃくちゃ高い。もう本当にもう楽しかったな。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。また別のフリーゲーム実況でお会いしましょう。バイバーイ。